ライコ、小樽でハゼ釣り大会。よーし、釣れた。よし、様子がおかしい秀美。動くな。いや、本当に嫌だ。餌の虫に手こずる。釣れました。いやー、釣りバカ日誌3匹目です。5匹目です。5匹目です。やっと1匹釣りました。よかった、一安心ですね。最後にいっぱい釣り合いです。ヒットがない春と秀美の金田兄弟、罰ゲームはどっち。これ向いてねえな、釣りに。罰ゲームはエキスター発のスタジオに一般観客として番組宣伝をしに行くこと。何ですかそれ。何ですかそれ。生きてないよ。バイオワームってやつです。いや、これでも釣れるっていうことを俺は実証します。いや、でもエキスタか。エキスタか。罰ゲームはしたくない。でも虫は触れない。秀美の人工餌を使ったマル秘作戦は成功するのか。よし、釣れますよ僕は。本日4匹目でございます。可愛らしい。後で食べてあげるからね。ペロッと。4匹目です。やりました。どうも、9匹目です。すげー釣り楽しい。秀美、結局作戦失敗。虫をつけてもらっても数で勝ちます。いや、男じゃないっすよ。虫触れないのは男じゃないと思いますけど。俺釣れたと思ってんじゃないか。あれ、俺のとこにカメラいるから。おお、釣れした。釣れした。釣れた。やった、やった。エキスタじゃねえ。長谷川です。長谷川でした。いや、嬉しいな、これ釣り最高だね。春、ピンチ。息も釣れてない。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ムックです。これがカメラですよ。ポラロイド 690SLX。愛称ムックのポラロイドを手に撮影散歩。風景を切り取る。春らしく。お約束。これはいい。これはいい。春らしく、写真に絵と詩を載せて。春らしい。春のリアル。
タルハゼ釣り大会、迫る終了時間。何匹目だか分かりません。投げた。それラストだね。ラストだね。ラスト。僕は5匹です。お、死んでる。はい、僕は9匹です。ここに1匹だけいます。1匹です。13匹です。すごい。はい、俺は1匹です。やりました。やったね。はい、楽しかったですね。はい、よかったよかった。ゼロです。木は釣りました。焼肉だ。焼肉です。笑う。だけど罰ゲームもあります。エキスタ行ってマグマかなんかのそう、ライコ動画ポスター持って立ってもらうと。ライコ動画のスタッフも行かないっていう。きついな。その時、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。そんなもんないよね。延長するもんね。ライコライブ情報。15日日曜日、久々の稚内ライブ、スタジオカリスマにて。東北のファンは稚内に集合。詳しくはライコオフィシャルサイトをチェック。あとは20分、動画20分やらせてください。土下座効果は